冊子順番。これはとってもちっちゃい花ですが、ガロチャ刺繍の中、花模様が多くて、その中、すごい重なってるようなたくさんの花びらのバラとか百合とか多くて、その時は結構挿し順番が自由ですが、真ん中最初に挿しておかないと盛り上がってる感じだから、最後に残しておくと挿しにくくなります。このちっちゃいなので、さっきみたいに固定できますが、無理しなくても隣のもうちょっと幅広いところから入ってもいいと思います。バックステッチして、この刺し始めるところに出てきます。この隣の花びらとか別の場所から入るときは、一つだけ大事なのはこの輪郭の上に刺さないこと。下に通りました。さっきみたいに短いと言っても結構まっすぐのステッチをして、ここちょっと幅広い3つをして、今はもうこの大体同じサイズの3つのステッチを象徴的な丸を作ります。最後だけこうょっと短く、まだちょっと糸残ってるので、次の花びらに入ります。もう次刺す時この丸を丸く残すの、そんな真剣には気にしません。大体糸の膨らみでこうかわしてくるから、意識してるのは今出てくる糸と今刺す針は同じ一つのステッチになって、 A 始まり B 終わりと、次出てくるのはこれのペアじゃなくて次のステッチの始まりになります。この右側と左側をまっすぐ刺そうと思ったら逆に斜めになります。これをペアを想像して、もう一つ斜め上に刺して次のステッチの始まり。フラットな感じで終わらします。と終わらすためだがじゃなくて、移動するためにもこのサテンステッチの下にこう移動できます。だいたいカロチャ刺繍の花びらとか葉っぱとか刺すときは、刺す方向はこの花びらとか葉っぱを想像して、これのこう長めの軸
に対して刺します90度。この花びらも今こう立てと思って、大きな花びらの時、ユリとかはこうちょっとこうカーブがある時はこう刺していくステッチの方向を鉛筆か消えるペンで私入れ書いておく時あります。って